3月23日水曜日、阿劇小学校で令和3年度2分の1成人式がありました。これは成人式を迎える20歳の半分、10歳になる小学4年生の成長をお祝いする恒例行事です。まずは将来の宣言と証書授与です。一人一人がこれまでにできるようになったことや成長したと思うこと、将来どんな人になりたいかなどの抱負を発表しました。中にはこれからは家族の役に立てるように頑張っていきたいや、いろいろ経験して自分に合う仕事を見つけていきたいという思いがありました。そして近藤義雄校長は、家族や周りの人に支えられながら立派に成長してきた児童たちに、親子が共にこの10年間に感謝し、お互いにありがとうの気持ちを持ってこれからも頑張りましょうとお祝いの言葉を述べていました。続いて息を合わせての軍読です。さらに10歳のありがとうを皆さんで心を込めて歌いました。担任の山北翔也先生は、みんな堂々と発表できて嬉しかったです。先のことを考えて自ら行動できる子どもたちなので今後が楽しみですと話し、保護者の一人は、ここにいる子たちは保育園の時から知っているので、成長を感じることができ、大変感動しましたと話していました。